草食動物が暮らしているから見逃さないでくれよ。しかしその前にちょっと注意事項。ここでも動物に専用の餌を与えても構わないが、動物が車の中に頭を入れられない10センチほどにしておくれよ。それからロバとシマウマに餌を与えるときは手で直接渡さず必ず餌を舐めてくれ。というのはロバとシマウマの歯はとっても大きくて丈夫。